ヌアワニは、クロコダイル族に分類されるワニの一種。特定動物。イラン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ平均全長はオス3から3.5メートル、メズ2から2.5メートル。最大全長5.6メートル、体重100キログラムから500キログラム。興奮は短く基部の1.3から1.5倍で、コブや粒気はない。 口頭輪盤は4から6枚で横一列に並ぶ。首輪盤は4枚。体色は灰色で黒い横縞が生える。口彩は青みがかった緑色。水かきは前肢では指の間の基分のみに、後肢では自然体に発達している。卵は長径 8cm、短径4から 5cm。孵化直後の幼体は25から 30cm。 主に地上や流れの緩やかな河川や湖といった、淡水の止水域に生息するが、汽水域で見られることもある。種小苗プルストリスは沼を好むのいい。植生は動物食で魚類、爬虫類、鳥類,類、哺乳類、昆虫類、節足動物、甲殻類等を食べる。興奮が幅広く頑丈なため、生態は大型の獲物も捕食する。 繁殖形態は卵生。水辺の砂地に穴を掘り、2から4月に1回に25から30個の卵を産む。卵は50から60日で孵化する。神聖な動物として、寺院で飼育されることもある。骨や内臓は、薬用として、皮は皮製品として利用される。開発による生息地の破壊、漁業による根獲、皮や薬用目的の乱獲などにより、 生息数が激減した。生息地では法的に保護の対象とされている。しかし、インドの一部では人工繁殖させた個体を再導入する試みが進められているが、生息地が消失しているため効果を上げていない。逆に、スリランカでは特に保護策は取られていないが、生息地が国立公園に指定され及び保全されているため、生息数は安定しているとされる。 ありがとうございます。